ウマ娘プリティダービー。どうもロチュン TV です。本日はですね、ウマ娘プリティダービー、こちらのゲーム実況動画をやっていきたいと思います。待ってました。お昼ご飯もいっぱい食べましたし、思いっきり体を動かしましょう。はい、ということでね、今お昼なんですけども、来ましたね、次のピックアッププリティダービーガチャ、そしてサポートカードガチャの情報が公開されました。で、今回のピックアップなんですけども、この画像に表示されている通り、ついに星雲スカイが実装されました。で、サポートカードの方は SSR サイレンスズカと SSR タマモクロスとなっております。で、まずはこちらの、解説をしていきたいと思うんですけども、こちらご覧ください。こちらがですね、ゲーム内というかね、お知らせの情報になります。で、まずはガチャの期間なんですけども、明日6月10日の12時更新となっております。で、これについてはね、いつも言っているんですけども、このゲーム内のこのおはガチャですね、これはですね、まあ、ここで引いても明日また リセットされますので、明日の5時に更新されて、その後ね、まあ、この安いお得なおはガチャ引きたい場合は事前に引いておいても大丈夫です。なんで、まあ、明日の5時更新後におはガチャ引いて、さらに12時に引くってこともできるので、そこも押さえておいてください。はい、ということでね、いや、来ましたね。で、今回ちょっと、まあ、まずね、こっちのサポートからいきましょうか。サポートの方は、常にね、登場しているサイレンスズカとタマモクロスになっています。なんで、これに関しては今回はサポートカードガチャ、まあ、回すべきかどうかっていう風な判断の場合なんですけども、今回ね、サポートカードガチャはまあ回さなくてもいいんじゃないかなと思います。このピックアップが例えば北サンブラックとかね、尾行ペガサスとか、まあそういう感じだったら回す考慮になるんですけども、今回ね、サイレンスズカとかに関しては、まあ練習性能がそこまで高くなかったりはするので、まあ無理して引く必要はないかなというところです。で、一応ね、このピックアップの理由なんですけども、これは宝塚記念にね、勝利したことのあるキャラクターがピックアップされてるみたいなんで、このね、レース条件でピックアップが決まったようです。なんで、今回はね、このね、星雲スカイについてちょっとね、喋っていきたいと思います。はい、ということでね、まずは星雲スカイなんですけども、星雲スカイ、こちらのウマ娘は生涯成績が13戦7勝、獲得賞金が6億1000万円となっております。で、いろいろなね、レースを取っているんですけども、主な重賞レース取ったところでは、皐月賞、菊花賞で、京都大賞典、日経賞となっているので、目標レースはね、このようなレースになると思います。で、特にね、このウマ娘、まあ、競馬詳しくない初心者の方にも紹介しますと、まあ、2冠ウマ娘、皐月賞、菊花賞を取っているという感じで、まあアニメでもね、よくあったんですけど、まあ、スペシャルウィークとかグラスワンダーとかね、そこら辺のウマ娘とね、争っていた、まあその黄金世代と言われるね、ウマ娘になっております。で、一応ね、リアルの競馬の方の、戦績なんですけども、こういう風になってます。皐月賞、そして、菊花賞を取っている。で、あとはね、まあ、日経賞という重賞も取っていて、あとで、ね、札幌記念とかも取ってるんで、これも目標レースにあるかなっていうところになっております。で、まず今回ですね、この星雲スカイ、結構みんな待ってたと思います。次どれだな、これかな、これがですね、私前回、まあ前回じゃないな、以前上げた動画なんですけども、まあ西のフラワーだったり星雲スカイっていうのは、このね、西山牧場というところで、まあ、生産された、馬になっていて、まあここにもね、すごい激アツな秘話があって、前サポートカードの西のフラワーが出た時に動画上げているんで、この動画は概要欄に貼っておくので、まあ星雲スカイちゃんの話もしているので、よかったらね、概要欄から動画をチェックして見てみてください。で、次ですね、今回、このね、目標レースとかは明らかなんですけども、気になるところが、客室とかですよね。これがやばい。ここが結構解説ポイントがあって、このようになっております。で、まずはこれ、ゲーム内に登場する、その相手としてね、登場するウマ娘の画像になっております。で、これは、そのレースで登場するシナリオで出る、NPC のキャラクターなんで、ステータスはね、まああまり関係ないっていう感じです。多分、まあ補正ちょっと分かんないんだけど、まあ逃げ馬娘なんでスタミナ補正とかあるのかな。で、今回これがやばいなと思っていて、次ジェミニハイありますよね。ジェミニハイの条件なんですけど、まあ長距離で、スタミナが重要されるっていうことになると思うんですよ。で、この、まず客室とかをまず解説しますか。芝、
で中距離へ長距離へ逃げへ、でこれはもうね間違いないと思います。この客室についてはもう長距離 A はあるし、まあ、逃げも当たり前っていう感じなんで、まあ、これのまま来ると思います。でさらにやばいところなんですけど、そのね成長率スタミナにあった場合、また今回ジェミニ杯で育てやすくなるっていうところもありますし、あとね長距離適性があるから、今回ジェミニ杯これちょっと逃げがね手厚くなって、その追い込み成田大進とかゴールドシップとか、まあ自分的には追い込み馬娘がかなり強いんじゃないかなっていう風に予想していたんですけど、まあこのガチャでね声援祭が追加されることでちょっとね逃げがねまた熱くなってきてんじゃないかなと思います。でさらにですね、ここには情報もう一個あります。このまあ客室とかがねこうなるっていうのは明らかなんですけども、こちらですね、こういうような画像もあります。でこれ多分、まあちょっとね強くなった NPC としてね登場するやつなんで、ちょっとこれ合ってるかわかんないんですけども、まあその強いところゴルシュウィークかわかんないんですけど、あシナリオかな、まあそこら辺で登場するとこだと思います。ちょっと登場の場所はどこか定かではないんですけど、こういうのもあります。でまあ客室ね逃げ A 長距離 A で間違いないんですけど、このね金特殊能力までもどうなるのって感じなんだよね。でまず成長率スタミナスピードパワー、まあ特にパワーとかあったらやばいけどね、パワーでもあるかもな、ちょっと高いなパワーが、パワー例えばミホノブルボンかな、スタミナ20のパワー10とかあった場合、これもうね派遣馬娘になります。でパワーが10じゃないとしても、まあスピードに10があったり、まあ今回根性10でもいいし、まあどれ補正あってもね今回ステータスの要求値が高いので、スタミナ20とかついてた場合はもうかなり強い馬娘になるというふうに予想しています。で長距離 A 逃げ A まではいいんですけど、あとね金特殊能力どうなるかですよね。なんでここでは一応先手必勝が出ているんですけども、まあこのまま来るかっていうのはちょっとわからないことにはなっております。でさらにもし来たらやばいのが、この金特殊能力のとこに例えばこのね青い回復の、その覚醒で取れるスキルがあった場合、もうめちゃくちゃ育てやすくて長距離でステータスが大変なところで金特殊能力3個取れって自分は常々言ってるんですけど、その3個目に取れる金特殊能力とかを搭載していた場合やばいことになると思います。であとね結構これももしあったら強いっていうのが、このトリック前ですね、まあデバフも兼ね備えているみたいなところになってきた場合も強い馬娘になると思います。いやそんな感じでもう星雲スカイは強くなる予感しかしておりません。まあちょっとねまあ性能自体はどうなるかわかんないんですけども、皆さんのね性能予想とか、まあ、特殊能力とかが今回はね予想のところかなと思うんで、何の特殊能力が来るかなっていうのももし予想があればコメント欄に書いてみてください。もう適正とかはここで間違いないと思うんでね、今回も特殊能力の議論になってくるという感じです。いやちょっとみんなも書いてみてほしい。で、今回ですねちょっとこれ画像を変えたいんですけど、まあねサポートカードガチャに引かなくていいから、もうキャラガチャ全力よ。明日貫突します。そんでまあ時間ができれば生放送とかもやりたいなとは思っているんで、よかったらねその生放送とかも見てみてください。であと最後なんですけども、まあこのね動画でもまあ一応ね上げているので、まあお時間ある方はぜひともこちらの動画を見てみてください。ということでのっちん TV でした。よかったらね最後にチャンネル登録まだの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまたお願いします。のっちん TV でした。またな、バイバイ。